みなさんこんにちは、オクテビのオウです。かわおーおーイエーイ。今日は何をするんですか？ジャンプキャラクターストアからこちら送られてきましたよ。どーん、何が入ってるんでしょうか？こちらが届きました。ザン、はい、鬼滅の刃コースターボックス、それと呪術廻戦コレクション缶バッジ第2弾10個、こちらを開封していこうと思います。はい、呪術の缶バッジから開けていこうと思います。いいですね、原作絵ですよね。全16種類だそうでございます。そのうちね、10個購入したんでね、できれば被らず行きたいですね。配列とかはね、おそらく袋に入ったまんま開けていきますがないと思うんですけど、レアが、ね、2つあるみたいですよ。当たるといいですね。1個ぐらいは当たるね、欲しいね、1個ぐらいね、うん、さあ開封していきましょう。はい、このようにも並んでございます。上の方ね、もう切っちゃいました。で、このような並びになっていましたので、そのまんま、そうですね、右手からね、取っていこうかなと思いますよ。はい、ちなみに1個440円でございます。へー、うん、もうね、ちょっとジャンプショップにはね、行ける自信がなかったのでね、注文したら半年ぐらいかかりましたね、これね。はい、確か5月ぐらいに頼んだやつだと思いますよ。ずっと前に頼んだね、忘れた頃にやってきますね。はい、では1個目開封お願いします。あ、3個、お、はい、お、星黒くん。あ、でもね、原作絵伏黒くん、なかなかかっこいいんじゃないですか。かっこいい、ね、パーカー姿っていうのも珍しいですかね。そうですね、うん、そうですね。はい、続いて2個目どうぞ。さん、お、おー、釘崎さんね、これはね、あの、もうね、交換でいただいちゃってるやつですよね。でもまあまあ、2個あってもね、釘崎さんいいんじゃないですか。可愛らしいですね。うん、ね、もしね、釘崎さん好きな人がいたらまたあげてもいいかもしれません、ね。はい、続きまして3個目です、どうぞ。お、おー、ここで来ました、虎杖悠仁。あー、3人組ね、揃いましたね。前ね、しっかり伏黒、釘崎、虎杖という順に、ね、なっておりましたよ。配列ではないと思うんですけどね。でも1年組ってそんなない。うん、そうね。そして4個目、おお、来ました、ゲト先生です。先生じゃない。それは五条先生。いやいや、いいじゃないですか。先生、先生ですよ、ゲト先生。ほら、渦巻きやるね、ゲト先生ですよ。いいしですね、いいですね、かっこいいですね。5個目、おお、いいんじゃないですかね。悪くないだろう。これからね、ゼロもね、公開されますから、この2人の絵はなかなかいいんじゃないですか。はい、6個目どうぞ。お、おー、かっこいい、かっこいいね。うんうん、五条先生、しかも目隠しなしでございますよ。目隠しなし、かっこいいですね。7個目いきます。お、おー、おー、いいじゃないですかね。マキさんと釘崎さん、葵さんね、うん、葵さんのね、推しが揃ってございますよ。そして悪そうな顔しております。これはでも漫画のヒロインの顔ではないですよね。8個目いきましょう。あ、ここに来て、おお、かぶった。まあまあね、でも全16だからね、そのうちだから、まあかぶるよね、仕方ない。うん、え、でもよかったんじゃない、ね、釘崎さんだから、まあよかったかな。はい、9個目でございますよ。ザン、おっと、また五条先生ですね。あ、カレンダーの、うん、そうだね、うん、ね、この間買ったカレンダーもこの絵だったと思います。はい、うん、かっこいいですね、この五条先生もね。はい、最後の1個ですね。これどうでしょうね。はい、
2つ続けてでしたね。ありゃりゃりゃ。ね、五条先生と釘崎さんに好かれた全10個でございましたね。はい。続きまして、鬼滅の刃コースター。おー、こちらがですね、ボックス封入特典、このワンボックスに対してこの3枚が入っているようでございます。へえ、うんうん、開けてみましょうね。うん、こんな感じになっておりますよ。スミちゃん、キヨちゃん、ナホちゃんの絵もございます。そしてこの中にワンパックに5枚入っているようですね。こちら1パックが660円になっているんですが、ボックス購入で、5940円となってございます。全45種類というアイテムがありますね。開けてね、どんな絵柄があるのか見ていきたいと思います。はい、可愛らしいですね。はいね、これね、どうなんだろう、ネタバレ大丈夫かなね。まあもうみんな知ってると思いますけどね。じゃあまずね、一番上からね、はい、聞いてください。全部入ってます。ドン。お、はい、しのぶさん、しのぶさん、そしてお、よりいちさん、はい、お兄さんもいますよ。あ、お兄さんも言っちゃった。あ、ほら、にじりちゃん、かわいいですね。おう、み、ね、そしてむ、うん、むいくんね。それでこのカラスがね、またいいですね。ね、かわいいですね。よかったんじゃない？うん、いいね、いい5枚ですよ。次の5枚いきますよ。はい、聞いちゃってください。さん、お、ほうほうほう、ここで炭治郎さんね、お、かなおちゃん、かわいい。そしてむじゃん様ですね。おっと、むいくん、ね、むいくん、いいですね。カラーじゃないのもね、あるんですよね。カラーじゃないって言うとね、おかしいけどね。そしてかまぼこたーね、食いしん坊いのすけ、うん、かわいい。3パック目どうぞ。ザン、全通、いいですね。これもね、カラーでね、うん、炭治郎、いいですね。ね、この有名なね、うん、1枚ですね。はい、これこのどうなんだろう、これもあんま言っちゃいけないのかな。はい、天元さんね、遊郭編もね、始まりますからね、いいですね、この1枚も。はい、はい、無惨いっちゃった。でもいっかね、無惨様多いですね。もう3枚目ですよ。どんどんいきましょう。4パック目です。ドカン、おー、いのすけ、いの中継、かまぼこたい、うん、いいね、ねずこちゃん、おー、ねずこちゃんも、おっと、竹が取れてますよ。いいですね、いの中継、おー、いのすけ、2枚目、今度は井の頭なし、さねみなぜか犬サネミ with 犬この組み合わせ。校長三姉妹、いいじゃないですかこれね、うん、うん、かなりいいんじゃないですかこれ。私としてはいいやつですね、嬉しいですね。シャキン、お、はい、うん、もういいじゃないですか。かわいいですね、タンポポのようなね、善逸くんでございますよ。はい、むさん、むさん様黙ってしまいますね、葵さんね。でもアップでね、リリシーですね。イグロさんね、イグロさんが少ないですね。今初めてイグロさんかな、うん、これからまた出るんでしょうか。やはりね、イグロさんがいればみつりちゃんもいますと。いいですね、みつりちゃん2人目だ。まあそうだね、すごい、はい、はい、かなおちゃん、かなおちゃん、そしていのちゅけ、うん、こちらもまたね、素顔いのすけですね。おお、ナムアミダブ来ました。姫島行名、男姫島行名、今使うもやむなし、素敵はてな。早く食べないとね、元気になりませんよっていうね。
可愛らしいですねこれもね。残り3パックでございます。はい、お願いします。おっと、おっと、ここでカラーイグロー。おー、いいじゃないですかね。そしてカナオちゃん、うん、可愛いですねカナオちゃん。あおー、あ、でもこれもうね、最後の方のね、ジャンプのね、表紙かね、うん、扉絵のやつですね。しのぶさん、おー、なんか珍しいね、結構厳しい顔してますね。あはは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 、海学と善逸だ。なんか面白い。え、いいですね。これが8つ目ですね。はい、お願いします。じゃあ、よりいちさん、はい、そしてお煉獄さん、初めてですね煉獄さんね。はい、そしてお、ゆしろうとたまよさん、はい、でおー、どうま、そしてあいいですね。うん、これかわいいですね。ほのぼのな一枚でございます。はい、じゃあ最後ね、9パック目ね。はい、おっと、はい、嫌われてない人。そしてまた嫌われてない人。これあれだね、あの前の A 賞のねポーズと一緒だね。ああ、うん、そうだね。そしておお、いいんじゃないですかこれもね。はい、はい、国志望。最後は、ああ、でもいいじゃないですかこれね。うん、うん、うん、赤座と小雪さんですねこれはね。へえ。うん、ね、ちょっとねまだアニメの方でねストーリー出てきませんけども、すごく素敵な一枚と思われます。はい、ということでテーブルはこんな感じになってしまいました。ね、全部で45枚ですからね、多いですよね。はい、ちょっとねこれはやっぱ使うっていう感じじゃないですね、やっぱコレクションとしてね取っておく感じになると思うんですけど、45種類ねコンプリートできたのは良かったんじゃないでしょうか。プラスねこれ購入特典でね3つ付いてるっていうのもねまたいいですよね。はい、購入機会あればぜひぜひ皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。今回もね楽しい開封になりましたね。はい、うん、あの何か印象に残るようなものございましたか。そうだよね、かなりねこれはもう種類いっぱいあるからどれってちょっと選べないよね。技術のバッチも良かったです。はい、それでは皆さん次回もジャンプショップでお会いしましょう。さようなら。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。